はい、皆さん、こんにちは、キョロジーです。今日はですね、ちょっと学校から帰ってきてすぐなので、ちょっと、荒れているというか、暑苦しい中での撮影となるんですけども、iPhone 5を買ってからですね、約1週間以上経ちました。で、そこで、最近気になってきたのが、ライトニングケーブルの充電の差し込み口のとかですね、充電は仕方がないとしても、あまり僕、音楽は確かによく聞くんですけども、電車内とかではずっと聞いてるもんじゃないので、あとスマホとかで聞かずに、ウォークマンで聞いたりとかするタイプなので、基本スピーカーのジャックに差し込むってことはあんまりないんです。で、そこでですね、長年使っているとジャックのその中に、ホコリとか入って壊れてしまうとちょっと良くないなと思ったので、iPhone 5のイヤホンジャックですね、レノボアイディアパッドタブレットとか A1 とかと006、ソフトバンクシャープアクオソン 006SH とかにつけている紹介させていただいたものもあるんですけども、今回はその iPhone5 編ということで、紹介していきたいと思います。で、そうですね、8月6日から8日にかけて、東京に行ってきたんですけども、その時に、秋葉原にありますビッグカメラ、あ、違いますね。ビッグカメラだったっけな。あ、ソフマップですかね。ソフマップの方で、ちょっと iPhone5 のやつを買ったんですけども、その支払いして、で、商品タグコードを捉えるはずなんですけども、タグコードがちゃんと捉えていなくて、で、そのまま普通出たら、店がビビビビって警報鳴るはずなんですけども、鳴らずに、なんで鳴らなかったのかちょっとわからないんですけども、そのタグがちゃんと切られてなかったために、袋を開けるのにですね、すっごく硬くて、で、店の前で、開けたわけなんですけども、その開ける力が、だいぶ力かけないと開けられなくて、で、開けた瞬間、中に入ってたその iPhone5 のせっかく買ったやつが、パーンと秋葉原の電気街というんですかね、人がたくさん歩いてるところにパーンと飛んでいってしまって、で、もう夜だったんで、もうせっかく買ったやつがもう一瞬でパーンになってしまったってやつで、で、もうここで買うのはやめやということで、いつもおなじみの、そうですね。これですね。これで買いました。梱包状態はいかがでしたか？とおなじみの Amazon さんです。で、今回は小さい袋なので、小さい商品なので、U メールで届きましたね。では、早速ですが、開封レビューからいきたいと思います。本当にビッグカメラで買おうかって、もうそれでつければいいかなと思ってたんですけども、なんせもう、なんでしょうね。あっという間飛んでいったんで、もう僕、同じものをよう買う気にならなくて、で、結構高かったんで、600円か700円落としてたんで、で、はい、これですね。まずはこれを。またずれた。iPhone 5、イヤホンジャックキャップ&ライトニングコネクターカバー。ということで450円ですね。送料無料で届きました。で、商品が、こちらですね。黒と白ですね。もう、白の方つけておこうと思うんですけども、ビッグカメラじゃない、ソフマップで買ったのは、こういうやつがたくさん、4つ入って青色だったんですけども、全部飛んでいってしまって、で、結局残ったのがライトニングの1つだけだったんで、あ、もういいわ、みたいな感じになってしまいました。で、取り付けの方も行きたいんですけども、まずはですね、iPhone 5の方で、こちらですね、1週間使ってて、ここにメモとか入れたりしてるんですけども、ここですね、問題は。ここの、ライトニングのところは、一応つけるんですけど、外しておいたとして、こっちですね。正面が左のところなんですけども、まずつける前に、やはりその1週間の間に入っている、そのホコリとかですね、飛ばすために軽く、エアーで飛ばしたいと思います。これですね。できました。
その iPhone のまあレビューとか見てるとですね、そのままゴミが詰まって、イヤホンから音が出なくなったとか、充電ができなくなったとかいう故障が見られるっていうのを、まあ、iPhone4S なんですけども、書いてるのを見たので、やっぱりこういうのはちゃんとしておくべきだなと思った次第です。5はまあ下向いてるんで、まあ、前の 4S に比べるとマシだと思うんですけども、うわ、湧いてる。暑さで湧いてますね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、こちらが、イヤホンジャックのピンですね。ちょっと先、こうやって尖っ、あ、どこやったっけ？こっちか。はい、先、ちょっとここ尖ってるので、危ないですよね。まあ、先、こう、針みたいに尖ってるんで、指はつかないですけど、ちょっと怖いですよね。刺すには問題ないんですけども。で、こちらが、ライトニングのケーブルのコネクターキャップになります。まあ、これはもう充電で毎度毎度外すんで、一回はめたらもう抜いておこうかなって思ってます。それでは、つけてみたいと思います。おお。はい。まずは、イヤホンジャックはこんな感じですね。もう白なので、シンプルに白でいきます。で、あとは、これですよね。ライトニングのコネクターキャップ。ライトニングって結構便利だなぁとは思うんですけど、こういうのはちょっと心配ですよね。はい、できました。こんな感じで、まあ、両方閉めた後、イヤホンのこのスピーカーだけになるんですけども、まあ、スピーカーも蓋できひんなら意味ないでしょうって思ったりもするんですけども、まあ、防水とかやっぱり使うんであれば、もう、そうですね、ジップロックが一番よろしいかと思います。で、まあ、一応、イヤホンの方は、まあ、この状態にしておいた方がいいと思うので、こうしておきたいと思います。で、ライトニングのコネクタキャップはよくつなぐので、また外しました。まあ、黒についてはですね、まあ、よくこのレビュー見てたら安い分、まあ、作りが甘いというか、キャップをよく紛失してしまうというレビューがあったので、まあ、予備に置いておけたらなと思います。それではですね、まあ、今日のところは iPhone とかのアクセサリーについての動画レポートは、これで終わりなんですけども、次ですね、また機会があれば、ちょっと面白いものを購入できたらしてみたいなと思います。よいしょ。それでは簡単なんですが、今日のところは失礼させていただきたいと思います。